いよいよ、えー、力学のゴールがね、見えてきました、えー。残すところですね、あと円運動、単振動、倍音力程度ですね、こう勉強していきますが、えー、特殊な運動、この円運動というのをね、これから学習してみることにします。さて、説明の都合ですね、えー、数学的な準備が必要になります。これは以前、エネルギーのところで、えー、説明をしたもので、えー、もう一度ですね、確認をするだけです。 例えば x が時間の関数の場合 f x も時間の関数ですから t で微分したいということが起こります。で文字 t がないので一旦 f x を x で微分してそれに x ドットをかければよい。ね覚えてますかね、えー、これを瞬時計算できるようにしてほしい。ですね。例としては例えば二分の 1v 事情を t で微分する場合には、えー、一旦二分の 1v 事情を v で微分してそれに v ドットをかけます。 結果は V、V ドットでした。えー、今回もこの、えー、数学的な知識を使いますさてえー、っとですね以前位置を微分すると速度速度を微分して加速度という定義を紹介して、えー、そこからですねまあさまざまな計算をしてきましたよね、うん。今回回転運動の場合にはですね えー、物体の位置をよくこの回転角シーーラディアンでこう表現することがありますそして、えー、そこからですね角速度というものが定義されます、えー、具体的に今この点を中心にですね、えー、ある半径でこう円運動してる物体をちょっとこう想像してくださいそして時刻 t にこの位置にあってその位置をシーーラディアンでこう表現してるとしますで、えー、時間とともに運動してあるいは回転してデルタ t 秒後にですねここに移動したとしますよね うん、この θ の変化分を Δθ とこう書きましたで角速度はですね単位時間あたりの回転角と定義されますですか、えー、例えばこのケース今 Δt 秒間で Δθ 回転したので単位時間あたりの回転角は Δt 分の Δθ になりますね単位はラディアンマイセカントという単位を持ちますただ、えー、これはですね実は デルタ T 秒間の平均の角速度を表します。速度に平均の速度と瞬間の速度があるように、角速度もですね、この瞬間の角速度というものが定義されます。それはもう単純にですね、えー、時間を限りなくゼロにね、えー、近づけた微小時間を設定するんですね。でその間、えー、回転する角度も限りなくゼロに近い微小角度になりますよね。 それぞれ dt、d タどころを書きますけど、その割り算をしたものはある有限値になります。それをですね、瞬間の角速度と定義をします。ですかすなわちシータこれを時間 t で微分したものが角速度なんです。で習慣的にこの角速度はギリシャ文字オメガを使いますから、ぜひ慣れてください。ですか回転角シータを微分すると角速度です。ということは、 まあ忘れてもいいですけどシータダブルドットこれは角加速度と呼ばれることになりますですねさあそして、えー、定量的に議論する前にですね定性的にですね円運動というのは常に中心に向かって加速することを説明します今、えー、この物体こんな速度を持っていますそして円運動していると思ってくださいねでそうすると しばらくするとこんな状態の速度に変わりますよね。うん、これはですね小ざっぱに言うとこの速度にこのデルタ v という速度が加わってこの速度に変わっているんです。すなわち速度が加わった加速したということですね。こんなふうに A を見ても中心に向かって加速していることがわかります。A 運動は常に中心に向かって常に中心に向かってこう加速している運動なんですね。 わかかりますかさあ問題はですね一体この加速度はいくらなんだろうかとこれが理論的に計算ができますはいそれではですね円運動の速度をね計算をしています今、えー、ここを中心にですね半径、R、で円運動している物体を考えますそしてこの物体の位置をこのシーーラディアンで表現をしましょう あとなじみのね、ちょっとこう直行座標を設定しておきました。さて、この物体の x 座標、y 座標、位置はですね、こう表現されます。x 座標は rcosθ、y 座標は rsθ ですねで。さらにちょっと試験形しとくかな。えー、この r くくって、こう書き直すこともできますよね。うん、で、ここの、えー、過去の中のベクトル、これ何だかわかります 長さは明らかに1ですよね。こういうのをまあ単位ベクトルと言いますそしてこの、えー、方向なんですけどよく考えるとこの、えー、物体の,です、ね、この半径外向きの方向になりますこれちょっと確認してくださいそこでこの半径外向きの長さ1の単位ベクトルをちょっと n ベクトルと書かせてもらえば、えー、これは rn ベクトルと書き直すこともできますねはい とりあえずですねこれが1なんです。ですかさあそして確か1を微分すると速度でしたよね速度を知りたければただ時間で微分するだけですこれを時間で微分しますしかし t という文字がありませんなので合成関数の微分を使う、えー、一旦まずですねこれを θ で微分しますそうすると cosθ の θ 微分は3 s i n θ サインシータのシータ微分はコサインシータですね。はい、で、かける、確かシータドットでしたね。これで、えー、これを時間で微分したことになります。いいかなところで、シータドット、角速度、ね、と呼びましたよね。で、えー、習慣的にオメガで表現します。ということは、えー、R オメガホニャララと。これが速度なんです。 でこの式の中のこのベクトルなんですけどこれも長さ1の単位ベクトルですよね。向きはですねこの内積をちょっと取ってみてください。0になります。ということはこの n ベクトルに直角ないわゆる、えー、接線方向と呼ばれるかなの単位ベクトルなんですね、えー。そこで接線方向はタンジェントといいますからちょっと t ベクトルと略記をしましょう。えー、これが速度ベクトルです。ですか つまり、えー、速度というのは接線方向で、えー、その成分の大きさが r オメガなんですまあ当然ですね接線方向の速度というのは直感的にも理解ができるえ特に大事なのはその、えー、接線速度が r オメガであるこれを必ず暗記をしてくださいですか v r オメガ大事な公式が導かれましたさあ注目の加速度を計算します 先ほどの速度の結果をここに書き写しておきましたこれをもう一度微分すればいいわけですよねただ注意がありますこのオメガこれは時間の関数ですシータこれも時間の関数ですねですからこれを時間で微分するためにはいわゆる積の微分という作業が必要になりますまずいいですかえー、r オメガドットかけるこれそのままと で次に、rω をそのままにして、これを時間 t で微分しますが、この微分は、先ほどの数学の準備で、一旦まず θ ーーで微分したものに θ ととかけると。これで、加速度が求まったことになります。で、シータードッとは ω。ね、角速度を意味しますから、ここにちょっとかけてあげて、こうなります。あと、マイナスも出しておきました。これが加速度なんですね。で、えっ、ー、と、これ、覚えてますか これが接線方向の単位ベクトルで t。これが、えー、半径外向きの単位ベクトルで n でしたよね。ですからまあこういうふうに楽器することもできます。すなわち、えー、こいつの加速度は、えー、ちょっと分解してですね、考えると、接線方向は r オメガドット。それから半径中心向きに r オメガ事情の加速度を持つということになります。まあ先ほど絵でですね、 M 度は常に中心に向かって加速すると言いましたよね,ねその加速度は r オメガ2乗とこう、ね、計算上得られましたこれが大事な結論になりますですからえなんです、ねうん、えー、この接線方向の加速度はこれはね実はあまり問題解くときには使わなかったりするので仮に忘れたとしても 影響はありません、えー、最低限とい。うここととにななるとこの結論を覚えておかけければいけません、はい、あとちょっと余白ありますね、えー。さらにですね、こういうことも思い出せるようにしてほしいな。確か v r オメガという関係を先ほど導きました。したがって、えー、こいつはですね、えー、接線速度 V を使って書き直すこともできます。R 分の V の2乗。これも更新をこの加速度の標識です。まあ、両方覚えたほうがいいですね。 忘れたらどちらかを思い出して式変形できるようにしてくださいはい、えー、これは、えー、おまけですねさあ一点強調しておきたいことがあります一般的には円運動接線方向に加速してだん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 スピードを増してみたりあるいはだんだん減速したりするんですが、えー、等速円運動というね円運動がありますよね これはですね、えー、角速度オメガが時間によらず一定の円運動なのでオメガドット0になりますねすなわち、えー、特に等速円運動の場合に関しては接線方向に加速しないということになりますいいですか、えー、等速円運動の場合だけですよ、えー、接線方向の加速度は0になりますしかし中心向きは変わりませんからね等速円運動でも非等速円運動でも更新方向の加速度は 常に Rω2 乗になります、はい、さあえっ、ー、とこの結果をですねちょっと絵で検証しましょうエ、えー、運動は中心に向かって常に加速するその更新方向の加速度は R 分の V の2乗でした、えー、例えばですね今ここに 同じ半径で回転している円運動している物体があってただしこちらはスピードが小こちらはスピードが大だとしますねそうすると中心向きの加速度どちらが大きいかわかりますかもう明らかに絵で見てわかるようにこちらの方が加速度が大きいということがわかります大きく速度加わってますからねうんはいまあ先ほどの式で見ても、えー、半径が同じ しかしスピードが小さい方は中心向きの加速度は小スピードが大きい方は中心向きの加速度は大ということです一方ですね今度は同じ速さの円運動している場合を考えますしかし回転半径が大小で違うとしますねこの場合の中心向きの加速度まあこれも絵でわかるようにこちらは加速度小こちら加速度大ですね、うん まあ式で考えても、中心向きの加速度。えこれ、ラージアルがでかいということは小さいんですね。こちら、スモーラルが小さいということは、加速度は大ということになりますね。絵の通りなんですね。はい。あとですね、接線方向の加速度は、あまり使わないから、おまけと言いました。つまり、忘れても、まあ、問題ないんじゃないと。ただ、 うーんそうねいろんな理論的な計算をしてもっと物理をね極めたいとかね物理のスペシャリストになりたいというですねちょっと欲張った諸君はです、ね、思い出せた方がいいんですね。でこれ実は思い出すのは簡単なんですえ。先ほどのような計算をしなくても思い出すことができます。どうするかというとですね今、えー、例えばですねこの回転角で、えー、この物体の位置を表現したとしてこの 接線方向のの移動距離というのをままず考えますそれは数学で習っている通り Rθ になりますね、うん。これをね、微分していけばいいだけです。まず1回微分すると、実は接線方向の速度になるだけなんです。Rθ ドット。つまりこれが V イコール r オメガという公式になりますで。もう1回微分すると、実はこれが接線方向の加速度になります。Rθ ダブルドットなんですね。 うん、等速円運動の場合はたまたまこれがゼロなだけです。ですかこうやって、まあ、ちょっとこれを思い出してこれを微分していくと接線速度接線をこの加速度になるだけです。実は思い出すのは簡単なんですね。はいうん、あとは、えー、等速円運動の場合だけですね周期それから回転数と呼ばれるものが定義されて、えー、これを要求されるケースがあります。 で周期というのはですね1回転にかかる時間回転数というのは、えー、単位時間あたりに回転する数ですねですかで記号はだいたいこれ大文字 T 回転数は数ですから N と表現するケースが多いですそれと等速エンの角速度の関係を作れるようにしてほしい例えば今ここに、えー、角速度オメガの等速円運動を起こしている物体があったとしますですか これとこの周期 t の関係なんですけど、例えば角速度がオメガということになると、2秒間では2オメガ3秒間では3オメガ回転しますね。じゃあ、1周期 t 秒間ではっていうと、当然1回転するということになりますから、1周期での回転角は 2π ラリアン。すなわち、オメガ t イコール 2π という関係式が作れます。これでオメガと t が結ばれると。次に、 回転数 n。これは1秒間の回転する数ですよね。例えば3秒間だったら 3n 回転するということです。10秒間だったら 10n 回転するということです。そしたら1周期での回転数は1回転ですね。はい。つまりこれかけて1なんです。まあこれで n と t の関係もね、作れたと。うん。まあこうやって、えー、 まあこのまま覚えてもいいしあるいはちょっと式変形して覚える人もいいかなどのみち周期計算することも多いので t これに直すとそれはオメガ分の 2π だったり n 分の1これで t オメガ n が関係づけられます、えー、何らかの形で覚えてくださいまとめてみましょう、えー、円運動の問題はどんな法則で解くべきですかと言われれば 基本運動方方程式で解くといいう言い方になりますです,かすなわち今まで通り座標設定して力を書き出して運動方程式を書きさえすれば多分その問題は解けますですね、うん、よりちょっと具体的に説明をするとまずこの赤い部分を拡大しましょうですか、えー、運動方程式を立てるわけですからまず座標軸の設定が必要になります例えば今こういう円運動している物体のこの瞬間の運動方程式を書きたければ 必ず座標をこうしてくださいまず半径方向に1本設定しますで,できればですね半径内向きに正方向を設定してくださいこれを中心向きという意味で後新方向という方をしますですねその方がいいと思う、えー、外向きを正にしてもできるんですけどちょっといろいろ符号の問題が起こりやすいんですね必ず中心向きを正にします次に、えー、この瞬間の接線方向ですね その方向に2本目を設定します最後に、えー、必ずこれはねある面の中で動いてますね二次元運動その面に直角な方向があるはずですそれを3本目の座標軸に設定をします必ずこの3座標を設定してください、えー、それはねそういうふうに加速度を暗記してしまってるんですねはいそして、えー、それぞれの方向に MA=F というね運動方程式を書き出すだけです 例えば、えー、更新方向の温度方程式は、m× 加速度、えー、rω が事乗でしたよね。もしくは r 分の v の2乗でしたよね。えー、イコール、あとは更新方向の、えー、力。こんな運動方程式を書いてください。そして、この運動方程式から、力が分かっていれば、大抵、こんな風に、円運動の速さとかね、それから角速度が求まったりするだけなんですね。 で等速エンドの場合さらに周期回転数を問われたりするのでこれらを結びつける公式を覚えておかなければいけません例えば V とオメガは V イコール R オメガで結ばれますオメガと T はかけて 2π でしたね T と N はかけて1でしたよね最低限この赤い3つを覚えていれば1つから残り3つは計算ができます計算効率を上げたい人はね V と T を結ぶまあこんな式とかね オメガと N を結ぶこんな式も思い出せるとより効率はアップしますが最低限はこの赤三つになりますはいまあこのような質問になるかなさあ次に接線方向ですですかこの方向でこの方向の運動方程式は今ちょっとこのフリップでは V ドットと書いてますけど M かける R シーターダブルドットイコール接線方向の力という運動方程式になります もちろん書いてもいいですよ。しかし、大体、えー、その式を眺めると、微分方程式になってるんですね。で、君たちが微分方程式解くのへっちゃらっていうんだったら、まあ、常に接線方向も運動方程式で解けと、僕は言えるんですが、ちょっと一般的にはそれは、えー、きついんですね。そこで、えーまあ、こちらを眺めてほしい。はい、ここを拡大します。もし、 えー、その扱ってる円運動が等速円運動の場合は接線方向には確か加速しませんでしたですから、えー、この運動方程式はシンプルな釣り合いの式になりますからこの方程式を利用します、ね、でもし非等速円運動の場合これは先ほど言ったように微分方程式の世界に入り込んでしまうのでそれを解くのはかなり数学的にきつくなりますそこで、えー、その運動方程式の代わりとしてエネルギー保存の法則を利用しますそう思った方がいいですね はい、接線方向の、えー、運動方程式、えー、これは場合によってはエネルギー保存に置き換えて考えますよと言っておきます最後にこの運動面に直角の方向ですね、えー、この方向は明らかに動きがありません、えー、加速もしませんですから、えー、常に力はつり合っているはずですこのつり合いの式を書くと、まあ、こんな感じで運動解けちゃうのでまあ難問は見たことがないですねうん 基本運動方程式で解くただし非等速温度はこの運動方程式とエネルギー保存とこの運動方程式で解くと言えます。